っすー、まだまだ今日は三頭筋を鍛えていくぞ。ちょっと今一人で寂しくなった、こんなんしとって。ということでね、今日はね、三頭筋をナローベンチで鍛えていきます。ちょっとナローベンチ苦手で、しかもちょっと今手首痛めてるからちょっとね調子悪いけど、言っても他の種目もできない、手首が痛くて。ということで今日はナローベンチで鍛えていきたい。メインセット70キロでございます。いくぜ、いくぜ。よし、今日はズームアップ版や。これあそこ見えんじゃん、大丈夫。パンツマンのあそこ見えたらやばい。今日はやばいパンツや。ちょっと穴開いてるかもしれない。三頭筋が見えるようにしましょうか。こっち見えへんわ、ごめん。よし、これやばいんちゃう。大丈夫、いきます。ちょっとコツつかんだかもしれないですね。前までね、もうちょっと手幅広かったんですよ。だからね、14回とか70でもできとったけど、ちょっと違うなと思って、今日またね、加トちゃん動画でね、チェックしたら、結構腕幅がナローっていうだけあって、結構狭めやったから、それになるって言って、回数はできへんけど、引くぜ、加トちゃん、ウルトラマンださんとトレーニング出して。ウルトラマンちゃんは仮面ライダーですね。はい、よっしゃ、行きます。2セット目、2セット目っていうかもうこれで終わり、手首痛いから。よいしょ、ということで、どう？これ、腕。じゃあまた、バイバイ。手首痛い。手首直します。